皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画をご覧くださりありがとうございます。私は長らく高熱と咳に悩まされておりましたけども、ようやく復活しました。さて、先日青森県知事選挙が行われました。かなりの激戦でした。としましても、選挙が終わりますといろんな意見が出てきます。落選した方に対しましては、出なきゃよかったんじゃないか、そのまま主張を続けてればよかったんじゃないかという意見も出てきます。私はこの意見はとてもかっこ悪いと考えます。なぜなら、それは後知恵バイアス、後になってから何とでも言えるという人間の認知バイアスに即したものだからです。これが強くなってしまいますと、私たちはチャレンジするということを良しとしない、リスクを取ろうとしなくなります。リスクを取る人に対しまして、後からとやかく言うのであれば、誰もバカバカしくてチャレンジをしなくなる、そういう社会を作り上げてしまいます。立候補するからには落ちるリスクというのは当然分かっております。それを踏まえた上で立候補しております。結果として落ちてしまった、それはもう致し方ないことです。ではその後でどうしていくのか、本人が一番分かっております。それを外野の方がとやかく言う、これだけは私たちやりたくなるのは、後知恵バイアス、私たちの心理の傾向です。これが分かっている以上、ブレーキをかけた方が良さそうです。心の中で思っていたとしても、口に出すというものは恥ずかしいものです。今日の話はここまでにいたします。今日もご視聴いただき本当にありがとうございました。頭密集してんの、すごい。でも頭ちっちゃいで可愛くない？あ、すごいね。